はい、皆さんこんにちは、ロカタです。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、G&G G2 電動ガン SBR8 with 7 Rail シーキンズプレッションと EMG との正式契約で実銃をモデルアップした電動ガン。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。サイズですけれども、全長が一番短い状態が 630mm、 今一番これが長い状態になってますが、こちらの方が 694mm となります。高さは約 270mm、 インナーバレル長は 210mm、 重量は約 2775g、 これは空のマガジンを含む実測で測りました。弾丸は 6mmBB 弾使ってください。動力源はリポ 11.1V バッテリー、型番がですね G110631 が推奨となります。バッファーチューブ内に、ね、収納可能で E コネクターとなります。相談数は90発 G2 マガジンが付属します。火炎ホップアップシステム搭載、セミオート単発3点5点バーストフルオート連発発射切り替え式の電動ガンになります。特徴としてはこのハンドガードが M6 搭載の7インチショートモデルとなっております。マガジンキャッチ、ボルトリリースレバー、アンビセレクターはディンプル状の滑り止めがついておりまして、操作しやすくなっているということです。外装は EMG シーキンズ PTW グリップと2段階調整可能な EMG シーキンズワイヤーストックを採用しております。 G&G の新型メカボックス G2 システムで電子トリガー FET を搭載、3点バーストと5点バーストが自在に設定可能ということなんですが、設定の動画は別に上がっておりますので、そちらの方概要欄にもリンクがございます。そちらを見てぜひね設定してみてください。マガジンの方は既存の M4 スタンダードのねマガジンと互換性があるんですけれども、ボルトストップ等は専用の G2 マガジンがね必要となりますのでご注意ください。ホップアップはチャージングハンドルを引いていただくと、こちらねダイヤルがこちらにありますね、調整可能です。戻す際はこちら押していただくと、はい、戻りました。サイトの方もパッと構えてね狙いやすいサイトとなっております。で、前後フリップアップよいしょのサイトとなっております。セーフティーセレクターはアンビセレクターとなってまして、はい、どちらからでも操作が可能となります。それでは実際に打ってみたいと思います。シューティングレンジやってまいりました。弾速の方測っていきます。 85.09 85.29、はい、じゃあ 5m いきます。はい、じゃあフルオートで3点バーストとかね、他の長さの銃のところでご覧ください。フルオートいっぺんにいきます。はい、でこれでオートストップかかって残弾もなしという形でございます。打ち応え、打ち心地、ああなんかちっちゃくなってってるな。12インチ、9インチ、でこれが7インチ打ちましたけども、どれが好きかっつったら俺12インチが好き。12インチがすごいしっくりね打てた気がします。でも CQB とかだったらこっちの方がやっぱ取り回しがねちっちゃくなってる分非常にやりやすいんじゃないのかなと思うんですけど、なんかこの長さだと PDW って感じだよね。でやっぱ12インチだとこうライフル打ってるっていう、全然やっぱこの長さで、まあインナーバレルのね長さとかも違うんで、打ち応えがこんなにも変わるんだなって、まあデザインとしてはね長さの違いだけなんですけど、こんだけ印象変わっちゃうんだなっていうところで、これはね好みだね。皆さん3丁買って、打ち比べていただければ一番わかると思うんですけど、なかなかできないんでこの動画を見てるんだと思うんですけどね。好みだな。インドアやりたい人はこれ、どっちも行きたいなっていう人は9インチ、いやもう俺は外しか行かねえんだぜ、テアンデーベアラバメコンチクショーという方は12インチで行ってもらえればいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのは G&G G2 電動ガン SBR8 with 7 Rail。 ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。